どうも、ラビットラの渡辺です。はい、松本です。はい、本日もよろしくお願いします。ということで、はい、3月も半ばに入りまして ね、あったかなったり、今日ちょっと寒いね。今日ちょっと寒いですけども、そうですね。でもまあまあ冬も終わって、はい、気持ちいい季節になってきました。そうですね。ありがとうございます。ありがとうございます。いただいたあのアマゾンエコー、ほう、めっちゃいいですよ、本当に。結局、はい、あれは結局何に使ってんの？何が多い用途的に？用途的には私が料理作るときに、うんうんうん、テンションを上げるために音楽をかけてます。音楽をかけるんや。そうですね、楽しい音楽かけてって言ったら楽しい音楽かけてくれるんで。ヘイシリーみたいな。あ、そうそう、アレクサって言ったら、アレクサか、そう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 、アレクサ楽しい音楽かけてって。そのなんか、うん、アメリカンな感じで言わなあかんの？そう、気分が盛り上がるでもいいし、なんか普通の、うん、いい感じの曲かけてみたいな言い方やったら反応せえへん？あ、反応するよ、それも、それも反応する。関西弁反応すんの？うん、ただちょっとまあそれはそれでいいねんけども、うん、あの料理、まあ私作るんですけども、うん、料理の要はクックパッドのアプリもその画面に表示されるんで、なんかそのだから俺、うん、レシピとかの動画を見る、うんうん、見ながらやるんかなと思って。それもできるってことだよね。それもできる。でちゃんとレシピのその文字が出てきて、うん、その通りに作ればいいし、その音声で喋ってくれんねんけども、料理の音がやっぱり大きなるから、こっちの料理の音も。どういうこと？そのあちょちょ、そうそう、作りながらやってるから、うん、次のページって言ってもごめんなさい聞き取れませんって言って次のページ、うん、ごめんなさい聞き取れません、次のページ次のページ音楽を再生します。次の、あ、ちゃうちゃう、最悪やシンクの水たまりにジャバーン。うるさい、アレクサうるさいって、もちょっと揉めてたから、うん、誰が私とアレクサ、アレクサうるさいって、うん、ちょっと犬、うん、ちょっとやめ、ワンちゃんの話ちょっとやめてってまあまあでも、うん、喜んでいただけたんならいや本当に、ね、よかった。ヤマピーさんと選んだ回ありました。あ、使い勝手はもちろんいいです、本当に。いや本当ね、うん、もっとねちゃんとせっかくやからあげね、お渡ししたかったんですけど。いや全然ごめんね、あれなんかちっちゃかったからパンチないよな。いやちっちゃいからいいっていうところもあるよ。大きすぎてもちょっとプレゼント感、ワクワク感。あ、息子どうやったん？息子車庫、じゃあ洗車場。洗車場はね、まあ一通り遊んでましたよ。あ、もう隅っこ今若干そのプラレールの線路を作るにあたって、うん、そこまでちょっと熱を帯びてないっていうので、ああ一回触った、2、3回ファファファってやったけど、何分も持ちました？まあ15分ぐらい。 あ、全然いいです、全然いいです、ね、うん、15分持ちゃ本物です。そうそうそう、だって1000円いかんぐらいですからね。でもこれもう一回熱量上がりますから、これ次男がまた熱を上げてきますからね。お下がりやん。そう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 、もう完全に全てがお下がりですよ。それ嫌がるんじゃん。それはね、弟からしてどうなんそれって。いや兄貴のプラレールやんみたいな、兄貴の、あ、兄ちゃんの洗車場やんって俺も自分の洗車場欲しいわってこれはね、都市がね、もっといかんとダメですね。そういう感情にはならないです。あ、もうあるから、うん、あ、ラッキーって感じ。なんや言うたら自分のもんや思ってるから。なるほどね、次男は花から。そう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 、お兄ちゃん使ってたん知らんのか。そう、いやでもそれあるよな、その兄弟の子供おるって、うん、さ、うん、あの鍋さんもお兄ちゃんおるわけやんか、うん、やっぱあるん、そのなんかおっきな小学校とかになってさ、うん、お下が服とかお下がりあんねやろ。まあ多少はあったけど別にそんな気にせえへんかったかな。あ、そうなんや、うん、なんかゲーム兄ちゃん、あ、でもそうか、兄弟で1個か、そうそうそうソフト1個か、そうそうそう、ほんで2人で遊べみたいな。そう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 、そうなるんか。まあ、そうなるからね。だからまあそこら辺はね、やっぱりこの一人っ子ってもうほんまに一人で愛情を受けますから、やっぱりそうなのよ。うん、そうやね。さあもう可愛がるでしょうに。可愛がられて、うん、ありがたい言うこと清にはもうほんまにありがたい助かってる。清お父さん元気？
あ、元気よ。元気？元気元気。ゴルフもよう行ってるわ。あ、ほんまに。なんか、うん、こんなん言ったらあかんのかな。何が？中で今師匠みたいなのなってんねん。うちのお父ちゃん。あ、その会社の中でってこと？そう、そのゴルフ。ああ。上手いから。はい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 。うちのお父ちゃんな。うん、結構上手やね。うん、多分その運動神経いいし、はいはい、上手やねんけど、なんかその会社のその新人の人、うんうん、なんかその後輩の人がゴルフを始めるみたいな、うんうん、なった時に全部その一から教えてあげてるみたいな、うん、はい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 、で最初やっぱめっちゃ下手くそやけど、うん、だん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 上手なっていってるみたいな、うんうん、あ、なるほど、ね、だからその結構なんか慕われてるっぽいな。へー、ゴルフマスターキヨシあれプロゴルファーキヨ連載始まる俺も行きたいねんけどな。だからそのなんか、まあ、やっぱお父ちゃんもやっぱもう年やから。あら、そう、ガン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 その体が動くうちに、うん、俺も習っとかなあかんねんけどな。まあだからもうちょっと親密になる必要があるんじゃない。今ちょっと一人暮らしもやってるし。あ、でも それ練習一緒に行きにくいとかもあんのよ。そう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 。ほんでめっちゃ上手なりたいにいかんかったんよね、あゴルフ、はいはい、だもう一回ギア入れない。せっかくクラブとかもらったから、うん、はいはい、お父ちゃんが昔使ってたやつとかもらったから、うんうんうん、ちょっとやらなもったいないなっていうな。だお父さんな YouTube 出てくれたら一番いいね。そのゴルフレッスン教えてくれるやん。おもんないの？いや、そんなわけないですよ。じゃあね、ほんまそのなんかな、多分なお父ちゃんな、うん、運動できる人の教え方やねん、うん、はいはい、わかる？そのなんか、うん、もうマジ感覚みたいな、なんか、はい、たまに、うん、うんうん、なるほどなとか俺練習習ってる時に、うん、もっとこうでこうでこう、こっちの、スイングをもっと後ろにしてとか体をこうこっちにひねってみたいな、うん、言ってくれんねんけど、うん、レベル高すぎて、うん、おう、なるほどな、はいはいはいとか言ってるけど、うん、わけ分かってない時あんねんやん。めっちゃ知ったかかます時あんねん。そう、もうなんかじゃあちゃうやんけみたいな、うん、もなんでこうなれへんねんみたいな、うんうん、なおや、なんでお前こうなれへんねんみたいなだからお父ちゃんも多分むずがゆいねん。あー、もう気持ち入ってますね。でもね、そう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 、もっとこうやってなみたいな、その専門用語とかもめっちゃ言ってくるからそれはな、まあやっぱり好きやからこそ。でも、うん、分かりやすい時もあんのよ。あ、やっぱり教えてくれるにあたって。そう、うん、ほんでなんかゴルフって日々変わるらしくて。それはその流行がってこと？というよりうち、うん、そう流行があんのよ。だから前まで主流やった打ち方とかが、うん、はいはい、今あかんみたいなのとかなったりするらしい。新しいやり方が出てくるらしい。前までの人はどう思ってんの？それめっちゃ思うねうん、だから急にあかんとか言われて新しい流派みたいなのが生まれてくるね。なんかそれを開発するとか生み出す、うん、もうなんかレッスンプロみたいなアメリカとかに、なんとかスタイルみたいなのとか、うん、なんかめっちゃあるらしくて。だから清志お父さんはだからどれの流派なのかっていうところからまず入るんじゃない。その何を見て何を見て勉強してるか。常にアップデートしていく清志さんも。そうそうそう。この間まではこれは良かったんけどなんて、うん、これあかんみたいなんでこれを今試して、うん、お父さんも新しいのを仕入れたら俺ちょっと今これ試してんねんみたいなやっぱ飛ぶなとかちょっと右やろやりにくいなとか言ってやで YouTube グワー見てちゃうな。おやばいスイング取ってくれとかちょっとやっぱな後ろにな下がってんねんなとか言ってあやっぱ熱はありますね。めちゃくちゃ熱量ある。熱あるな。だから野球、うん、野球もやってるし。あ、そう、草野球に。そう、会社の草野球チームも野球もやってるし、ゴルフ部もやってるし。清志さんの会社すごいアットホームやもんね。一回行かしてもらったけど。ああ、うん、なんか忘年会みたいなところ。忘年会みたいなな。なんやろ、ほんま学生のノリかっていうぐらい。まあ今でも覚えてるわ、ほんまに。行ったな。いい年した大人がイエーイとかあんまよう言わん。ええ会社やと思う。そう、ええ会社。大きい会社やしな。そう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 。そうそうそう。でもなんていうかな、結構年配の方でもさ、うん、なんかこういきなり前に出て、うん、じゃあ私。あ、おばちゃん。おばちゃん。一気飲みします。
そうそう、おばちゃんが急にな、そう、バリ盛り上がるもん なおばちゃんの一気飲みバリおもろかったな、バリおもろいな私、何の振りもなかったよ、何の振りもない、突然出てきたから、あの、一気飲みじゃない一気飲みの流れがあって、うん、若い新入社員がやらされてうん、うん、やらされてわーってなって、次じゃあおばちゃんが、うん、私行きます、いや誰が行ってんすかやったらわかんねんけど、そうそうそう、脈々ないもんな、うん、一発目からおばちゃんが単独で一気飲みしますしかも結構上品なおばちゃんやったおばちゃんやった、うん、覚えてる、覚えてるよ、あっち元気かなっていうのは今でも覚えてますよ、ちょっとまた聞いとくわ、ちょっと聞いといてくれる、元気だったから、ちょっと今年の目標はちょっとゴルフ真剣にやるラウンドする、うん、結局1回しか行ってないし、あ、そうな、そう、い、1回は行ったんや、でもお父ちゃんと行った、おー、それはあれ兵庫県内、多分そうやったと思う、うん、それで行ってもうたから気がついたらおった、おった、気がついたらカート乗ってたまあ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 、だからそのゴルフシーン、うん、うん、まあ、どんな感じかちょっと私も追っかけますわ、なんかな、うん、俺初心者やのにな、うん、勝つためのゴルフみたいなの教えてくるいや誰だその飛ぶ飛ばすとかまっすぐ飛ばす、うん、まずはまっすぐ飛ばすが大事やねんけど、ま、うんうん、っすぐ飛ばしすぎて、うん、結局 OB になったら、うん、打数が増えるやんか、うんうん、ほんなら意味なくなるから、うんうん、そんなもん飛ばさんでも、うん、もう転がしたらええねんとか言い出すねん、いやそれちょっとちゃうやんと思う楽しないしそうそう、お気に入ったゴルフそのスコアを上げるためのゴルフなるほど、まあ、でもまあ一番いいのはそのバーンってまっすぐ飛ばす、うん、っていうのが、まあ、だから打ちっぱなしからちょっと行きます、はい、ちょっと行かせてください、お父ちゃんよろしくお願いします、はい、ということで今日はここまでです、はい、またお会いしましょう、さよなら、ありがとうございました。